こんにちは、トラスト企画、阿部ちゃんです。メイ君です。はい、今日はですね、まあよくも、こんなに世の中に 3,4GTR ってあるもんだなって私思ってるんですけど、なんかやっぱここに来てですね、ミー君の 3,4GTR の買い取りのラッシュ期に入っておりまして、もう入れ替わり立ち替わり毎日新しい 3,4GTR が入庫してるんですけれど、今日のお車は皆さんすごいっすよ。低走行の V スペックでございます。ただね、これをね、買い取りしたオーナーさんがちょっと難癖強そうですよね。癖強ね。癖強。癖強。癖強案件の。だから、ほら、こういう紙出してきて、ほら。出た、出た、出た。はい。はい。これが何なのかね、車と合わせて紹介していきますから、はい、皆さん最後までよろしくお願いします。はい、ご覧ください。なんか最近あれじゃないですか、こう 3,4GTR のオーナーさんと接すること多いじゃないですか、はい、皆さんやっぱ焦ってます？若干。いや、焦ってるっていうか、このお客さんもそうなんですけど、はい、ちゃんとミー君の言うことを聞いて、あ、そういうことか、ちゃんと待って、うん、ええ、それが街のお客様がどんどんこう来てるってことですね。だから去年も一昨年もそうだったんだけど、はい、待てと、今じゃないよと。今じゃないと。さんさん言ってきて、え、時期でしょって言われたんで、はい、そうですねって言って言ってるわけです。なるほどね。はい、じゃあもうほぼワンツー買い取りですね。ワンツーです。はい。はい、もう事前にお話はついていると。あ、そうです。もう何、いつか前に、結構前にもう話はついてるから、はいはい。ああ、なるほど、ね、はい。じゃあもう引き上げに行くぐらいの勢いで。そうですね。はい、最近ね、ほんと入ってくるんですけど、はい、こちらのお車のオーナー様、うん、結構ね、まあ言っちゃ悪いですけど、うん、癖強いお客様でして、はい、これちょっと見せてください皆さんに、はい、こうなんかね、YouTube の紹介に関してっていうお手紙を、はい、執筆、長文がありまして、はい、長文執筆していただいておりまして、はい、この通り、はい、やれと。そうですね、はい、台本というか、はい、この説明があって、そう、はい、なんかご自分の、かつてのご職業から、お車の評論まで、してあるっていう、はい。そうですね。はい。はい、これなんかよく雑誌のなんか編集の人みたいですよね。なんかジャーナリストさんですか、はい、ジャーナリストの人みたいな感じなんですけど、きちんと書いてあります。はい。はい、これちょっとね、ぜひ読んでくださいということなんで、はい、ちょっと読んでみたいと思うんで、はい、じゃあここからどうぞ。はい。YouTube 等への紹介に関してこんなお手紙もらっちゃいました。お手紙、はい、説明書じゃないですか。説明書。このまま呼べっていう話なんで読んでみますね。はい、当方 R3132 の自体にエンジン整備を行っていました。自由気ままの会社でフレックスプラスコアタイムなし、フリータイムという工場の設備を使ってメンテというか加工をしていました。はい、24時間好きな時間に出社して1日8時間分働けばいい。そしてフリータイムを申告して許可が出れば申告した分まで はオフになります。キャラバンにキャンターの排気ブレーキをつけたりぐらいはできました。何の話ですか。さて、この車両は入手時ワンオーナーで 19,350km 内走行でした。当時は雨天はほぼ未使用、出先で雨に降られたことがあります。ハイマウントストンプラップはサビが出てこなかったので、入手時点でシリコンで隙間を埋めました。全オーナーは基本的に年1回実家まで往復 1,800km 内しか乗らない。それ以外は車庫で寝てたそうです。また新車の匂いがしており、東方の手に渡ってから2021年頃までは新車の匂いが漂っていました。東方も入手コースを時々乗っていましたが、すぐにセカンドカーを入手して 3,4GTR 乗らないようにしました。東方は年に1回往復 1,600 ぐらいと往復800ぐらいずつ乗るだけになり、コロナ禍は一切乗ってない時期もありました。タイヤは入手時すり減っていましたが、新車装着のタイヤが装着されており、入手後即同時に同サイズのアドバンレオバに交換しました。その後、古くなってきたので、現在装着のダンロップに2016年12月頃に更新しています。入手直後に日産でウォーターポンプとタイミングベルト交換、続いてナビゲーションオーディオ純正から社外品に交換。この際御社に 2D のセンターパネルの在庫を聞きました。残念ながら在庫がなかったようですが、この時は御社を認識した時です。前車が、JZX100 チェイサーツアラビー、新車購入 42,000km 走行だったのですが、
BNR34 に乗り換えて、おなじみの交差点を通常運転で曲がったところ、JZX100 では腰砕けというか、なんとなくボディが寄れる感じが してたので、構えてたのが、34GTR は全くそういう挙動がなく、何かかまぼこ板の上に乗って曲がるような JZX100 はベニヤ板イコールを感じました。これに至って普通の速度域であり、危険を感じるような速度ではない制限速度以下での話です。2000年の GDA のボディの JZ、ゴアボディの JZX100 に対して、1999年式の BN32 の方が優れていると実感しました。JZX100 はサンルーフがついており、重心が高いのが要因だったのかもしれませんが、しかし、そういう 34GTR も現在乗用しているホンダの K に比べ発進時には回転を上げないとなかなか発進できないという、重量に起因するものか、圧倒的に日常の発進は K の方が簡単です。半分読みました今3分ですあ、やっぱり6分、そうですね、6分ちょ6分ぐらい、はい、じゃあこれはちょっと動画の中に差し込みで使いましょうね、はい、もうね、じゃあたまにこういうね、そうね、お手紙も来ます。めんどくさい、お手紙もらいました。はい、ということで。話長いよ。結婚式のスピーチより長いじゃないですか。そうだよ。これ、あんまり長いとね、乾杯の時のグラスがプルプルしてきちゃうんで。みんなこうやって待ってんのに。そう、プラプラしてきちゃう感じで。はい。大難です。はい、いやー、はい、モナさん。まあ、あれですよ。とりあえず、はい、こう出会いがあって、ね、程度いい車を、ね、まあ、知り合いから、ね、はい、譲ってもらって、うん、ね、前乗ってたね、うん、100チェイサーより、ね、より性能がいいと、なんかかまぼこ板とベニヤ板ぐらい違うぞみたいな、うん、性能がいいと、ただ乗るんだったら軽のがいいというね普段乗りするんだったら軽のがいいと、軽のが全然いいと、うん、ということが、そういうオチかよ、うん、みたいな感じなんですけど、まだ1ページですか。え、もう全部読んだよ、もう全部読んだの、もうね、これを読んでやるかったらチャンネル変えられちゃうからやめようって話になって、追加料金いただかないとそうでもこれ、まあ、オーナーさんに会った時からそんな感じだったんですか。そうです。あ、そうなんだ。はい、ほんとね、ずっと雨天未使用で、うん、はい、なんか出かけた時にちょっとパラパラってこう振られちゃった時があったんで、うん、まあ、それだけが心残りみたいなぐらいの勢いです。なるほどね、はいはい、でも雨天未使用って、うん、査定にそんなプラスにならないでしょ。ね、雨天未使用か未使用じゃないかっていうのは、はい、分からないんです、正直。ですよね。分からないんですけど、うん、ただ車の例えば下回りだったり、うん、タイヤハウスの中だったりとか、うんうん、エンジンルームだったり見ると、うん、あ、確かにね、あんまりそのコンディションの悪い日は乗ってませんねっていうのは分かる、分かるけど、うんうんうん、だから一回も雨にかかってませんよって言われても、うん、へえ、そうなんですねっていうだけなんですよですって皆さん、うん、雨の日も乗りましょう、ちゃんと。ただそういう思いとかあ、そうね、うん、そういう気持ちって大切で、うん、それだけ大切にしてきましたよっていうのが実際その車に現れてきてますから、うん、当然それに対する評価は上がります、うん、なるほど、はい、うん、その言葉だけで上がるっていうよりかはちゃんと、その言葉で上がるわけじゃなくて、ね、そういうふうに車を大切に維持してきましたってことですから、うん、はい、なるほど、はい、じゃあこのお車も手塩にかけて、はい、維持されてるわけですね。そうです。うわー、はい、もうなんか我々としては見慣れてしまいましたけど、はい、相当綺麗な 34GTR ですよね。だいたいね、こういうなんかこれなんだか知ってます、これ。それ高野豆腐ですか。これなんか知ってます、これ。え、これ。何これ。これ二つあるじゃないですか。はい、これ。何？重り？買わないように。これ違うんですよ。これ手作りの、こうやってこうするとね。ワイパーがここで、ここが潰れないと。あ、ゴム、うん、よく雪降った日にやってる人いるじゃないですか、これ、こうやって。あーですね、ね、埋まんないようにね。埋まんない日にね、はい、ね、これ、やってる人いるじゃないですか、はい、ね、よく考えてください、うん、34GTR、うん、こうなります
よく考えてください。冷静に考えてくださいね。はい、冷静に考えてください。うん、はい、はい、こうやれば、はい、別にいらないでしょと。いらないでしょ。うん、いやでも分かんないですよ、うん、こうだとちょっと見栄え悪いじゃないですか。そうなの？え、だってよくなんか東北の方行くとこうなってるよ、みんな、うん、みんなこうやって止めないとワイパーが埋まって、朝みんなこうなってるよ。そうね、違う？なんかいろんな車こうなってるよ。なってるもしかしたら東北の車ではないってことですね、うん、東北じゃないです、この車。これ雪降らない地域の車、はい、なんかあの半島の部分でしょ。あ、そうです、半島のあたり、はいはい、関東の半島です、はい、うん、でもなんかこうやってたら明日雪降るんですかって勘違いされちゃうね。ちょっとね、うん、だって雨の日乗らないんだったらワイパー外しちゃえばいいじゃん。それな、こっから、それな、こっからいいんですか、取り付け部分から取っちゃえば。俺あのちなみにさ、福島のさ、はい、サンサン乗ってるね、信者の方いるんですけど、ね、ね、名前あんまこう言っちゃったらあれかもしれないけど、コメント結構もらったりとかするんですけど、あ、ね、そうですね、あの人、うん、雨の日乗らないから、はい、ね、ウォッシャー液入ってないよ。やば。だワイパーいらないでしょ。使わないからね。使わないもんだって。ちなみに僕の友達で 3,4 乗ってる人、はい、本当に外してます。はい。はい、外してるんだ。あと1本しかつけてない。これね、申し訳ないけど、ね、さっき言ってたサンサンの人って、はい、なぜウォッシャー液入れないかっていうと、はい、ウォッシャー出るじゃない、ボンとか、うんうん、ピシュって、うん、そうするとこうなっちゃうの、これ見て、これね、こうこの三角にこういうこうピャッて、こうピャッて、ミクも、うん、あの結構朝とかこうピュッて出ちゃったりするんだけど、いやもうこんな元気よくないんで、ピュッてちょっとだけ発射しちゃってんだけど、あのドロって出るだけ、うん、発射結構発射するんだけど、たまに詰まってたんですね。そうそう、発射して、うん、詰まってる時はこうね、あの爪楊枝とかこうね。あのミクもワイパー外した方がいいんじゃないですか。え、いや、ワイパー外したら子供いっぱいできちゃうじゃないですか。もうあちこち行っちゃうから、ね、あちこち飛びしちゃって大変なことになっちゃうな、うん、悪さしやから、ね、気をつけないとな、うん、はい、ワイパーつけてください、はいはい、はい、そうです。ミクはちゃんとね、あのちゃんとサックつけないとなって。サックつけて、向こうにもつけて。はい、そうです。え、これ台本にありますこの話。ありますありますありますよ、あります。ありますよ、はい、はい、あのどんだけ大切に乗ってたっていうことですよ。そうですね、そうですね、はい、なんかうまいこと持ってたな、ね、はい、そうです。じゃあちょっと車をね、はい、見たいですけど、これもしかして、これついてるっていうことは、これもしかして、はい、どうだどうだ、本当だ、後付けかこれ、うんうん、ちょっと後ろの方も見てみますか、じゃあ、うん、はい、これこのシートはね、うん、灰色のシートなんで前期ですね、はい、前期のサイドエアバッグ付き、絶対一番不人気のやつ、はい、ね、ついてます。はい、はい、はい、流行ったんですよ、エアバッグ、はい、からの後ろ、ほらね、こういうね、リアのディフューザーついてる、ということはこちらの車です。お、 V スペック、はい、本物ですか。本物です。あららららら、うん、そうですね。はい、あの皆さん、リアワイパーにもありました、これ。リアワイパーは立たないんですか？これ、え、あの、いや、立ちますよ。ゴム触れてる？立つよ、だって。前からも後ろからも大丈夫。うん、ゴム触れてますよ。ゴム触れてますよね。ゴム触れてます。もうちょっと傘高。違うんだよ、こうだったんだよ。あ、こうだったんですね。ちゃんとほら、見てください。はいはいはい、これみんな、真似した方がいいですよ、これ。はい、ね、真似した方がいいですよ、これ。やっぱゴム採用乗りの方。そう、うん。ゴム擦れちゃうと危険ですから。そうそうそう。そうそう、ね、雨の日乗らないから、ね。ゴムは必要なんです。雨の日乗らないから。そう。ワイパーでこう書くことは一生ないんですけど、ね。劣化するのは。劣化するんで、はい。保安部品なんで、はい、ワイパー、はい。はい、そうなんです。安全のために必ず、はい。はい、そうです。はい。もう、ね、本当に。はい。はい。これ危ないですからね、これ、ね、あの、上がってると危ないですからね。確かに。傷ついちゃいますから、ボンネット。はい。はい、はい。ね。うん。まあ、ノーマルですね。ノーマルですね。はい。ここも綺麗だし。はい。あ、そうそうそう。あれあれ、うん、なんかここツルーンとしてますね、ここ。爆上げしちゃったんですね。爆上げして、ここも削り落としちゃったってやつですね、はい、これ。そうですね。ねえ、そういざずらしちゃダメよね、本当に。そう。まあ、でも、まあまあまあ。そうですね、ちゃんとこうスポンジもついてるしね、これね、はい、うん、これついてるとついてないだと、うん、ラジエーターの性能がだいぶ、うんうんうん、これ最近あれですよね、こういうほらちゃんと車にほらちゃんとね、え、でもこれ
使わないんですよね。使わないです。でもアンダー入ってますから、ほら綺麗に、はい、これなんて読むんですか、これ、うん、撥水液専用、撥水ウォッシャーだけしか使っちゃいけないと。まあそうかもしれないですね、はいはい、でなんかここにも書いてあるじゃない、テプラ、はい、ここにもテプラあるんだよね。そうなんですよ、うんうん、これ純正かと思っちゃった。なんか純正っぽいけど純正じゃないですよね。そうそうそう、はい、はい、上手に。ここにもありますよ、ほら、うんうん、あー本当だ、うんうん、暗号が、うん、だけど内装にはね、内装は手書きです、ほら内装手書きです。内装手書き、内装手書きです。はい、これあれじゃないですか、はい、売るときのために、はい、ああなるほどね、はい、はい、ね、バルブね、うん、ほら LED、 トランクと、ほらトランクとフロアの結ぶワイヤーから回収です。なんかよくわかんない。これトランス企画のために書いてる、はい、なんかね、はい、それね、さっきこっちにも書いてあった気がしたな、はい、ほらちゃんと読んでない、ほらほらほら、バレてる、はい、バレてる、ウィンカール LED 化みたいな、はいはいはい、これもトランクルーム内 LED 化、うん、もうね、これはほら何の矢印、これここです、はい、それ何その矢印、この矢印なんですかね。あのあれですか、日産ディーラーに出すと、うん、あのシートの位置ここですよみたいな。ああ、ある、あああるある、そういうのあるんだ。ある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 ね、ある。ここにもあったあるよ、ほらオイルは 10W30 あっちにも書いてなかった。すごい豆豆です、はい。でもさ、これオイル交換自分でやんじゃないの。え、自分でやるけど、まあ、自分でやるかどうかわかんないけど ね、 あ、はいね、はいはいはい、あ、あれですほら、カニのタグついてますよ、カニのタグ。本当だ。こうカニ、カニ、カニ、いいカニ食べるとね、うん、こういうタグついてるんですよ。管理されてるんですよね。そうそう、越前ガニとかさ。逃げに。なあ、あ、ついてるね。ついてる、ついてる。切って食べるのも。じゃ、これいい車ってことですか？そう、いい車なんです、これ。もう今これ、釣り上げたばっかりですから、これ。ちゃんと。今入ってきた、ね、ブランドものですから、これ。そう、ブランドもの、V スペックですから。で、これセキュリティもついてるんですよね。セキュリティもついてる。セキュリティにも。でもいっぱい入ってもセキュリティも、ね、これさ、うん、書いてあったら解除できちゃうんじゃないの。そうですね。そうです、はい、そうです、その通りです。でも普段はきっとこう入ってるんですよ、これ、ね、あ、なるほどね、はい、まあ、分かんないね、見えないよね、はいはい、分かんないですけどね、はい、ここになんか手振らないか、はい、ちょっとトランクとかあるんじゃないですか。トランク、トランク、トランク、トランクにも荷物入ってますよ、はい、うん、よいしょ、手振ら探し、はい、あー、でも手が、あった、うん、え、どこ、あ、ここに入った、あったもうでかいな、これこれは暗号ですか、これ、え、暗号 HJLD26、バッテリーじゃない、バッテリーじゃないですかね、バッテリー、ね、D の 26L を使ってほしいって感じ、はい、クイズになってますね。しかもテプラのサイズが、はい、いやでも分かりました、はい、この人くどい人だって、はい、だってほら見て、全部これさ、ありがたい、ね、貼ってあるじゃないですか、うん、ここまで貼ったんだよ、これ、うん、しかもほら純正プラグコイル1本不良と思います。どれか1本 NG って書いてました。いや、追加でね。はいはいはい、はい、あ、これは多分自分の、はい、そうですね、あ、なるほど、これ純正あるね、はい、はいはい、あるね、はい、すげえな、ディフェーザーフィン新品、金属製、うわすごい、うん、ちゃんと材質まで書いてありますから、うんうんうん、はい、大丈夫ですよ、はいはい、ワイパーまで、うん、あるんだね、ワイパー使わないでしょ、本当に、うん、使わないし、浮いてるのに新品パーツある。ワイパーが一番好きなのかもしれない。使わないでしょって話って、本当に。あ、これバックカメラ、うん、そうです、はい、ね、そういう感じで、ほら、これはカバーついてる、うん、カバーつけた時ね、うんうん、ちょっと注意してもらいたい点があるんですよ、はい、カバーつけてる人、うん、あの風の強い地域に住んでる人は、うん、カバーは NG です。うんうん、なんでですか。教えますね、うん、こちら来てください、はい、カバーをつけるとですね、うん、あちこちこう擦れてしまうんです。これです、これ、ここ、うんうんうん、これ、これ、うんうん、これ、ね、ここも、ほら、ここも、ね、ここも、塗装がちょっと、はい、あとここが一番ひどいですね、うん、ほら見てください、これスレ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 って、あ、全体的に、ここもね、ここも、うん、はい、はいはい、ここも擦れちゃう、ここも擦れちゃう、うん、ね、角という角ね、うん、接触部分、強く当たる部分が、うん、どうしても擦れてしまうんですね。そうですね、いいカバーでもこうなっちゃうんですもんね。なっちゃいます、裏肝でもなっちゃいますから、うん、はい、だからね、注意してください、はい、うん、
カバーかけないのがいい。カバーかけないともっとあの塗装が傷みます、はい、どうすればいいんだろう。ガレージを建ててください、はい、そう、車のために車庫を作ってください。そういうことです。それかなんか圧縮機械みたいな空気抜いて、ね、ね、カバーをかけるのも嫌だし、うん、車庫を、ね、建てるのも嫌だっていう場合は、うん、もう一つ選択肢があって、車を処分するって選択肢があります。はい、それがいいね。はい、そうです。それが一番です。はい。ね、でもなんか最近こういうなんかやつあるじゃないですか。アコーディオンガレージって言うんですか？ビニールハウスみたいな。そう。何が？なんかこうね、グイーンっていうガレージあるんですよ。うん。スポってこう覆う。え、そうなの？うん、あります。なんか俺栃木の方に行くとさ。あのいちごのあのハウスの中に車入ってるよ。それ軽トラじゃないの？え？あのこうビニールハウスあるでしょ？はいはい、うん。普段はこういちごこうなってたんだけど、うん、なぜか車入ってるんだよ。車熟成させてる。そうそうそう。カビそうなんか。もうなんか5月ぐらいからほら、うん、使えるからほら。ああなるほどね、うん。何にもないから。ああそうそう。で雨当たんないしね。雨当たんない。はい、なるほどね。はい、はい、でもよく栃木はビニールハウスの中に車入ってるよ。透明な？透明なやつとか、うん、透明なやつですよ。枯れるんですかね。え？育っちゃうんじゃないの？サビが。いやでも俺思ったんだけど、本当にあの前にこれちょっとセンシティブな話になっちゃうけど、はいはい、あの石川で地震あったじゃないですか、能登の方で。ありましたね、能登半島のね。ね、避難所行きたいっつってもほら、やっぱ避難所だとほら、うん、あのこうプライバシーが保てないじゃないですか。そうですね。だからっつってやっぱりビニールハウスの中にね、いましたね、あのストーブね、うん、持ってきて、ね、寒い中ね、みんなで暖取ってたりとかね、ありました。そうそう、だからビニールハウスって意外とグーなんですよ。あのね、入ったことない人、うん、あれですけど、夏死ぬほど暑いですよ、あそこ。暑いらしいですよね。びっくりしますよ、やっぱり、うん、だってビニールハウス暖かくなかったら、そう、稲とかね、あの苗育たないですからね。冬場の寒い時期にハウス栽培すると夏にしか取れない野菜とか取れるわけだから、うんうん、それぐらい。だからちょっとこの辺のキャベツもさ、そろそろハウスで栽培した方がいいんじゃないですか。なんかすいません、違うんです。何を？同時のが美味しいんです。あ、そうなんだ。はい、はい、でも最近キャベツの値段高くてやばいんですよ。知ってました？それはこっちじゃなくてあっちの長野県の方がダメなんだよ。ちょっと妻恋とかあっちの方の、あっちに 2,3 月に寒波来てね、うん、もう全然やばいらしいです、うん、こっちの人はウハウハだよ。もうそうそうそう、もうキャベツ売れまくり。そうだよ、キャベツだとか白菜作ってるとかなんか白菜御殿って立っちゃうんだから。そうですよね。え、でも結構これ、うん、これの人農家の方多いですよね。ああ、まあね、茨城とか栃木とかの方はね、 GTR オーナーに農家多し、はいはい、あなたもそうです。はい、白い3人の方、あなたもそうです。はい、はい、まあそんな感じなんですね。はい、はいはい、え、じゃあもうこれは何年式ですか？これ11年車です。ああ、じゃあ当然です。はい、もうその時だ、はい、待ってたんです、ね、そうですね。車検もちゃんとね4月まで乗りまして。あ、本当だ、はい、バッチリですね。本人ね、あの車屋さんだったので、あ、もともとね、そう、はい、抹消の仕方も分かってるんで、うん、抹消私です。一番助かるじゃないですか。そう、何も名義変更も何もしてないから。書類もらうだけだよ。もらうだけ、はい、うん、払った方がいいんじゃないですか。取り入ってますから、はい、じゃあこれ皆さんに教えてあげた方がいいんじゃないですか。何？あのもうトラスト企画に渡すことが決まってるお車を持ってる皆さんのために、うん、はい、抹消しといてくださいって。違います。あ、違うんだ。あの、やめてください。それね、あのリスクあるんですよ。なんで？だいたいね、10人1人ね、書類をなくすんです、うん、抹消等本もね、うん、なくなっちゃうんですよね、うん、車検証じゃないから言った方がいいですよ。車検証なくすと、うん、あとあとめんどくさいんですよ、登録するのにね、うん、だからナンバーついた状態で、はい、速やかに印鑑証明書と印鑑証と書ください。あと連絡、はい、一般人の方は、はい、そうです、はい、ということです。抹消のまま置いておくとなくしちゃうんですよね。本当に車検証だったら車に入ってるけど、うん、抹消等本どっか行っちゃうんですよね、うん、本当に。で、怖いのが抹消等本を車の中なくすといけないかって車の中入れておくと、うん、その車が盗まれちゃうと、うん、そのまんま合法的に転売できちゃいますから。へ、だってそのまま海外にも行っちゃうでしょ。行っちゃいます。
行けちゃいます。手続きすれば、はい、もう合法にその登録もできちゃいます。もともとの所有者の書類はいらないですもんね。いらないです。新規登録するはい、いらないです。気をつけてください。あの譲渡証しか入れなくて、で譲渡証ってあの印鑑証明書いらないですよ、うん、別に3本版、はい、そこら辺の100円ショップで買ってきたハンコを名字ペッて押せばもう書類は完成です、はい、やばいね、まあ、そしたらちゃんとお家の一番 目のつくところに置いといてください、だったらその長期間置いとくんだったら、ナンバーつけた状態で税止めっていうのをしといてください。税止めするにはどうしたらいいですか。でもう車検が切れて乗らないんで、はい、税金の送ってすなと納付書、送ってくんじゃないよって健全に言ってください。健全に、ね、健全に健全、はいはいはい、分かりました。払わねえぞ、って言ってもらえればそれで OK なんです。そう、あんまり言ってるとほら健全の方から来ちゃうから、税は怖いんで、あんまり言わないでくださいって、はいはい、あんまり言うとあの納付率が下がっちゃうのやめてくださいって言われちゃうんで、そう、それはちゃんと抹消手続きを踏んでいただいてって言われちゃうから、はい、そうそうそう、はいまあそういうね、はい、テクニックあるんですけど、はい、でも最近ね、GTR いっぱい出てくるじゃないですか動画に、はい、この年の GTR の子たちって最近はどこに行っちゃってるんですか。どこに行っちゃってる、どこに行っちゃってる、ここに行っちゃってる。いやいや、まあ、ここに来た後に、世の中の皆さんはね、もうトラスト規格がもうどん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 輸出してんだろお前らと、もう 3,4GTR の値段上げてんのはお前らだろっていう、なんか頭の固いおかしい人たちいるわけなんですよ。ちょっとその人たちに行った方がいいですよ。ここでやっぱり一発上げてますよってあらららあのちょっとそれはあの嘘つくことなんてやめてもらっていいですかそれ、はい、あの上げてませんとか言えないんで、はい、まあ実際はあのうちが供給バランスを決めてるってことですからね。そうです ね, ね、うん、でも価格は別にみーくんがじゃあこれはいくらいくらだって決めてるわけじゃないでしょ。そうです。せる人がいるから値段が上がっていくだけでしょ。そうですよ、その数の供給をこう、はい、こう塩梅をつけてるだけで。そう、はい、だってそれって裏を返せば、はい、うん、みんなのためですよね。だってあまりにもうちが供給過多になると全体の値段が下がるでしょ、うん、そしたら売る 34GTR 売りたいオーナーさんは低い値段で売らないといけなくなっちゃうんです。でも買いたい人はウハウハですよ、やったーとかっつってまあそうなんだけど、うん、じゃあこの話はやめましょうあ、まあとりあえずね、市場の相場でコントロールされているので、まあそういったケースの場合は、とりあえずその需給バランスっていうのがあるので、まあある程度はコントロールはできちゃうよねってなると数持っていれば、ね、っていうことでしょ。そうですね、だから割とこうね、数も土地もお金もない人たちがひがみで言ってくるっていうパターンが、そういうこと言っちゃダメよ本当に一台買うのって大変なんだからこれもうお家買うときと同じハンコ押さなくちゃいけないんだよ。もうあのさ、これ今日は今一台だけですけど、あと何台入ってくると思ってるんですかこの車。見に行きます。え、うん、もう予定してるだけでもうね、何台ですよ。まあ、あれですよね、最近思ったんだけど、はい、なんかトラスト客に34入ってく確率が高くなってきたような気がする。なんか最近34もそうだけど、35もそうだよね。35もそうなんですよ、びっくり、買いも売りも、なんかうちからね、買ってうちに売ってくれて、そのね、買い取った車がもうあれもう売れちゃってるのお客様にみたいな感じで、なんか注文受けてるみたいで、もう入ったら即ね、紹介してて、あのもし入ったら連絡くださいってお客さんが待ってるので、あの入ってくるじゃないですか。そしたら入ってきて、その販売家の人間が確認して、あ、これいけそうですねみたいな話で、でもお客さんに入ってきたんでいくらですって言うと、あ、それでいいですみたいな感じ、
通はそんなに簡単にトントン行かないよ。いや、だって見てないよね。見てないですよ。見てない。車見てないですよ。車見てないんですよ、はい。車見てないんだけど、あの車の情報と乗り出し価格を言うと、はい、それじゃあそれでお任せしますんで、いつ頃納車ですかって言われて、はい。ありがたいけどね、ちょっと心配というか、はい、大丈夫なんですかお客様みたいな。いや、だからこっちもそういうね、あのがっかりするような車を販売しちゃいけないわけですよ。下手打てないんです。そうですよ、うんうん、やりづれ、うん、だからちゃんとした車じゃないとダメなんだよ。そうだね、うん、だってこの間も売ろうとしたけど、うん、あ、なんだよ、ダメじゃん。あったあった、そういう車じゃあやめようって、うんうん、本当その一箇所だけだったんだけどね、うんうん、直前で発覚して、うん、そうダメだこれ、うんうん、これダメ、こうお客さんに目かける、うん、信用失うからやめようって言って。そうですね、そう、はい、あの普通の会社だったら売ってる、うんうん、いや売るよ普通に、何の問題もなく、何の問題もなく売るけど、うん、うちの規定だから、その規定から外れたものは売ってはいけませんっていう風になってるので、うんうん、売りたくても売れない。売れないですね、うん、本当は売りたいけどね、うん、はい、そうです、うん、まあ、そういう基準で販売もしてるっていうことは、うん、買い取りできるよってことだよね、うん、だからこういうふうにね、企画的、さっきのね、うん、あのそういうね、あのこういう細かい気遣いをする人ってさ、細かいですか。本当にね、車の状態がいいです、はい、はい、車の状態がいいっていうことは比較的、うん、まあ買取の金額もそれ相応に出せますよってことなんですよ。そうですね、はい、だってこれ結構 34R の中でも高額な方だと思いますよ、うん、僕。そうです ね、これ少ないんですよ、距離も4万キロ台で、4万キロ台ですよ、うん、の、輸出もできる 34GTR V スペック、はい、うん、だから今一番いい条件の集合体、うん、はい、でございます。そうですね、はい、まあ、ワンオーナーじゃないんだけど、ツーオーナーなんですけど、はい、まあそこもまあ比較的、しかも通り説記録も当然もちろん全部ね、ありますから、何キロの時に今のオーナーになったかも詳細にこちらに記載されてますから。そうですね、でどっから入手したかも全部書いてありますから、全部書いてありますから、はい、あの、はい、乗った感想まで全部書いてありますから、はいはい、こういうね、はい、丁寧にお車を、あの、扱っていただけるお客様からだと、はい、みーくんもそれなりのお値段でね、はい、買わせていただけますので、はい、まだまだとはいえ全国に 34GTR 持ってる人ってまだまだいると思うんですよ。まあいますね、生産台数がね1万2000台ありますからね。そう、はい、まだうちでも500台ぐらい、もっといった、いやそんなには買ってないんじゃないかな。買ってないかな、うん、だってあのここ最近だからね、うん、34を売りたいっていうとか、うん、例えば34を売る、買い、販売するとかね、うんうんうん、そういう風になったのって、前までは32がメインだったの です、ね、34ってあんま入ってこなかったんですよね、うん、まあたまにしか入ってこなくて、うん、だからあれなんじゃないの、多分今までその、うん、まあうちが買わなかった車って、うん、まあ、取引当然されてたと思うんで、うんうんうん、まああのよそ の、 あの 専門店の方に、うん、まあ、たくさん流れていったんじゃないですか ね、うん、当時からね、トラスト企画知っておけばよかったっていうコメントって結構いっぱいいただくんですけど、うん、まあ、嬉しい限りでして、うん、はい、まあ、そんなことですので、うん、もしね今でも 34GTR お手元にあって、うん、まあ、そろそろ考えないといけないなと思ってる方、まあ、その辺の専門店に査定出していただくのもいいですけど、まあ、トラスト企画の査定も一度噛んでいただいた方がよろしいかなと、うん、そうだね、はい、一社だけ、うちだけじゃなくて、まあ、よその業者とかでも一応確認した上 で、ね、まあ、ご連絡いただくのもいいですし、はい、いやいやいや、もう別に面倒くさいから、あのトラスト企画1本でいいよっていうお客さんに対してもちゃんとね、1本で来てるから、うん、とりあえず1本で返しますから、そうそうそう、はい、だ無限に買い叩いたりはせず、あ、そうです ね、低いとこから言って、首を縦に振るまでちょっとずつ上げていくっていうね、そういう変なことしないんで、はいはい、うん、じゃあ今一度トラスト企画の査定で一番ここはもう譲れない、こだわってるポイントだっていうところを最後お伝えして今日の動画終わりましょう。あるでしょ、買い取りで、そう、買った後に、あ、ね、買った後ね、はい、まあ、まあ常識なんですけど、はい、まあ当然査定員、まあみーくんとかが、まあ当然みーくん以外の人間も査定も行くんですけど、うん、当然実車を確認してるわけですから、必ず査定員が、はい、値段を出す人間が
車を確認します。はい、はい、で車を確認した人間が、うん、値段を出します、うん、本当です、はい、で出した金額に対して、うん、後から難癖つけて、うん、減額したり、はい、キャンセルしたりすることは絶対にありません。はいはい、あの虚偽のあれがたとえたとえそれがメーター改ざん車が後から発見されたとしても、はい、修復歴が後から発見されたとしても、はい、冠水歴がある車が後から発見されたとしても減額、はい、しません。これがトラスト企画のこだわりです、はい、車を売った後に揉めたり気持ちの悪いようなことを煩わせることをお客様に絶対しないというのが弊社の売りですので、その辺よくご理解いただいた上で売却先決めていただければいいかなと思うんで、ぜひよろしくお願いします。では売っていただいた くどいオーナーさん、ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。トランスト企画 LINE スタンプ第3弾、かわいいチビキャラスタンプが16種類できました。スタンプストアで検索してね。